レコパスダメリカーナは南米サッカー連盟が主催するクラブチームによるサッカーの国際大会である。コンメボルレコパとも呼ばれ、コパリベルタドーレスとコパスダメリカーナの優勝クラブ同士によって行われる。前身のスーペルコパスダメリカーナとコパリベルタドーレスの前年優勝クラブによりホームアウェイ方式で行われたものの、 1992年と1994年から1997年まで日本で一発勝負で行われた。スーペルコパ廃止後はしばらく中断したが、2003年のコパスダアメリカーナ創設以降はアメリカで開催され、2005年以降はホームアウェイ方式が復活している。中 AB はコパリベルタドーレス前年優勝クラブは、 スーペルコパスダメリカーナ全年優勝クラブ、ワコパスダメリカーナ全年優勝クラブ、ワコパコンメボル全年優勝クラブ。前年のコパリベルタドーレスとスーペルコパスダメリカーナの両大会をオリンピアが制したため、同クラブが自動的に本大会の優勝クラブとなる。前年のコパリベルタドーレスとスーペルコパスダメリカーナの両大会をサンパウロが制したため、 コパコンメボル前年優勝クラブであるボタフォホが出場。ありがとうございます。